こんににちは川田ですす朝会始めまま8月19日日木曜日になりましたこのコーナーでは米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますということで、昨日下がりましたですね。で、えー、っと、まあ、でも、表題はこの新しいちょっと銘柄買ってみたんですよ。ETF ですけどね。これ、後でご紹介します。で、昨日はあのうは、和幸さんと一緒に、ストボでご一緒でした。 でえー、っとこのマーケットですけどね、昨日はあは引けにかけて下がったんですよね、で前日比、あの1%内外ですから、あ久々にっていいますか、その前日に続いてですね、あのそれなりに下がったということですよね。これで例えばナスダック100なんかは、2日で1.89%下がってますし、今週はほら、1.8か、こっちもナスダックも2.0。 えー、ラッセル2000にっっててはも下がっておりますそれで、えー、っと8月もですね、これ、こっちがフラットになりましたよね、こっちがマイナス、<laughs> 月初からですね、ラスセル2000もマイナス3%ということので、えー、まあ、これで正常じゃないですかね。これが、えー、SP500 の冷やしですけど、2日連続で下げてます。それから、あのこれがナスダック100の、 ですよねで今昨日ここをこんだけ0.97%下げたんですけどもこれでですねどうですか8月上旬にちょっとあるこんな,こんなとこあってそれから下旬7月下旬にもある7月の上旬のレベルまで戻ってきた戻ってきたということになりますよね。まあ、あの私は、まあ これで正常って、さっき言った正常っていうか、いいんじゃないかと思ってるんですよね、はい。で、えっと、これは、えー、10年歳の金利ですけども、昨日あまり動かなかったですね。1.260ですか、ね。なんで、えっと、前日とあまり変わらないと。 いうことでき、まあ、昨日は FOMC の議事要旨が発表されましたですけどもあの、そこ、金利そのものにはあんまり影響しなかったですね。ただあの、それを受けてじゃないんですけども、時間差ありますが、えー、引けにかけてですね、すーっとこう、なんかこれ見ると、薄飽きないで下げてるという格好に見えます。で、ドッグデイズ特有の薄飽きないかなと。で、えー、っとこれはえっとコメントですけども。 取引終盤にかけて下げが加速ということになりますよね。SP500 は2日前につけた終わり値での高値から約1.8%下,下落の水準ですね。同指数が1日で1%以上、昨日は1.07%下げましたが、7月19日に1.59下げておりますので、それ以来の大きさだということですね。議事用紙は 数人の参加者が新型コロナウイルスのパンデミックにより痛手から労働市場を回復させるためには金融政策による支援はなお必要と主張した一方で少数の参加者は、まあ、FRB が貢献できる余地はもうほとんどないと,というようなことで,です、ね、テーパリングは年内開始というようなことです。これあとあのの日日かから28日ですジジャクソンンンホールカンサスシシティの年年次次総会って、ね、年次シンポジウムというようよな あのいい方してますですよね。で次の FOMC が FOMC が9月の21、22ですね。で、えー、早ければこんな時に。 額額のの縮小減額を発表するで、はなえー、っと、これが、えっと、これが、あの、えー、SP500 の対数で長いやつで、これはあの私のセミナーでよくお見せしてるやつなんですけども、昨日実はプレミアム会員の方とですね、えー、っと、このセミナーがありまして、えー、対面、対面じゃなくて、ズーム上でですね、えー、コミュニティ、コミュニケーションといいますか、あの サロンみたいにやってたんですけど、ある方がですね、面白いことここで十パえっと2017年のこれえっとこれはビッグショックだじゃないかな。 18年ですねビックスショックで10%、18年の第4クォーターに20%下げてると、でコロナで34%下げてると、となると次はこうだんだん10%ずつ増幅してて、ですね次4割下げるんですかっていうようなことをおっしゃって、ああそ,うそういうふうに見えますかというようなことをあの言ったのを覚えてます。 それから、ですねこれがですね、えー、とメディア見てたら出てたんですけども、も SP500 はですね100%上がると、ずどンと下がる、これはあの金融危機ですから56%下がったんですよね。 でこれ次、またその大底を2009年の3月9日だったと思いますが、そこから100%上がると、ですねまたズドーンと、これはあの、えー、とアメリカ国債格下げとかギリシャ危機とか、なんかあんな時ですね、えーと、中国も関連しました。で、ここからまた、ですね、えー、この時は、えー、ときは2011年ですから20、20%近く下げてます、ここでですね。 でそこからですねまた100%上がったと。これは今度はですね、えー、人民元ショックですね、それ,それから、えー、これが2回ありました、15年と16年の年初に、ですねここまでに100%上がっていると。で、これをそこにですね、えー、これですね、えーと、2015年、ここ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 からです、ね、また100%上がって,るっていると言うんですよ、ね、で、コロナでズドンと来てると。となると コロ,ナのコロナからですね、大底、えー、っと2021年、20年の3月23日ですねからですね100%、昨日か、一昨日です、昨日かな、100%上がってますんで、そうするとまた下がるのかという、さっきの方のです、ね、10、20、30、40というのと符号が合うので、まあ、あのお茶ゃらけじゃないんですけど、持ってきてみましたと、まあ、あの下がるかもしれません。はい えっとそれからですね下がら、下がらんでしょう、しばらく。えっと、この使用指数ですけども、あの引けにかけてほらこう下がったのを見,見て取れますよね。それから過去1か月でも、すーっとこう下がった。 この気持ち悪い下げ方が必要なんですよね。スプークっていうか、みんなをね、あのびっくりさせて、驚かして、ですね、恐れをのかおののかされる、そういう下げがないと、ですね、投機筋とか、浮ついたやつを払いのけられないんですよね、ちなみにロビン・フットは昨日なんか最初の四半期の決算が出て、5%以上下がってましたですね、それでも48ドルかなんかでしょあ,れあの公開価格が38ドルでしたっけ、まだ十分高いですよね。 で、えー、っと、これが年初来です。まあ、こんな感じです。で、これが過去1年と。 でこれがセクター別ですけど、やっとここにあのこのこセクター別の、これは私はこれの名前がないと、ですね瞬時にこのティッカーシンボルだけでは言い当てれないんですよね。そんなにうまく覚えれないと。V はヘルスケアを覚えました、ユーティリティーを覚え、公益株を覚えました、不動産を覚えましたと。とっさに言われると出てこないもんなんですよね。これ、過去5日間でエネルギーが昨日は下げ方が激しかった。1ヶ月ではこんな感じ。それからあ年初来ではこんな感じですね。で、えー 今日は木曜日ですから、これどうですか、えー、とアプライドマテリアルズとか出てくるんですかね、あと百貨店引き続き出てきます、それから箱田さんとの対談を終わりました、これがナスダック100の潮目で、まあ、ここ、このスイッチエンジスコアが10以上ではあるんですけども、割とそんなに盛り上がってないところなんで、下げも限定的じゃないかなと思っております。これもナスダック SP500 ですけどね。 これがソックス指数ですで。これが10年債です。10年債ここ、こう来て、もうちょっと、もうここから、あのもうだいぶ金利は、あの今度は金利は上がるかもしれませんね。まあ、小幅ですけど。で、えっと、これ、個別銘柄ですが、ダウです。ダウは昨日、アップルが2.55も下げてるんですよね。はい。で、これが私の、あれなんですけどね、あのポートなんですけど、よく上がってるんですよ、この C っていうやつが。 あの決算出たのが昨日の、昨日で、それで6%ぐらい上がった、その前,前に下げてましたけどね、ほら、6.12、で昨日もまた、これ、場中ですね、また5%以上上がってたんですけども、私が見たときには、引きにかけてすっと根を消したということですね、だから、インティイティブも上がってるし、ダメなのは、まあ3、3%下がってる MSCI、まあ、こういうのは、こういうこともありますと。あとはこのクレーンシェアーズ グローバルカーボン ETF、これをですね買ってみたんで、えー、あこれはあのあの予備軍です。よく下がってますよね。昨日も今日も下がってます。で、えー、っとクレーンシェアーズグローバルカーボン ETF、KRBN、日本では取り扱っている証券会社がない、ただし、えー、ピクテじゃなくて、ああのえー、っとあのもう一つ、ほら一番何でもやってるところ、あそこで、えー、っとやってるそうです、あの買えるそうです。 えっとそれから、排出権取引の魅力が高まるということで、これ出こ、出どころはですねバロンドダイジェストなんですよね。で、読んでて、私作っててですね、えっと、これ、面白いなと思ったんで、ご紹介したいと思ってます。私、昨日ほんのちょっと買ってみました。えー、キャップトレード、排出権取引制度っていうのは、10年以上前に導入されたんですけども、なんか今まではね、あんまり乏しい需要。 激しいい価格変動低い流動低流性で低迷したっていうんでですよねでもこれがいよいよね、なんかこう、あの立ち上がるんじゃないかなと、この取引、ETF そのものは去年の7月30日に設定されています。今、残高がです、ね、600億円ぐらいありますから、ちっちゃくはないですね、ちっちゃいですけど、ちっちゃくはないと、この手のテーマ型って言いますかね。でであののこの普通のなんすかこ普通 市場と連動するというよりは、まあ、いわゆるオルタナティブに属するんじゃないかとあの普通の SP だとかナスダックの動きとはです、ね、そんなに連動性がないむしろそのヘッジになるんじゃないかというようなことらしいですでこの ETF で買ってるのは、えー、排出券市場で、えー、あの取引所で、えー、取引されるあの排出券取引の,あの先物ですね、えー、主要炭素 排出券市場で最も取引高が多い先物を保有しているということなんですよね。OECD の推定では、ですね2050年までに CO2 CO ネットゼロを達成するためには、排出券価格、今ね、30何ドルだそうです、37ドルって書いてたかな、それがですね147ドルに、2030年までに147ドルになる,な,なる必要があるそうです。 なので、えーまあ、企業の意識が高くなって、それから社会の要請が強くなって、企業が排出権を買わないと、ビジネスが成り立たないという会社がどんどん出てくれば、ですねこの排出権を買ってでもビジネスをすると、それでなければ自社の産、えー、事業構造を変えることによって、排出権の排出を抑えることになると。 そういうよういよなことですねでこれはの排出権市場が、ね、どん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 あの今はなんかこうヨーロッパ中心なんですけどもアメリカとヨーロッパで今度中国も立ち上がるしそれからですね、えー、と英国市場は11月に追加される見込みで韓国とニュージーランドもなんかこの出てくるらしいんですよねで中国は7月に排出権取引市場を立ち上げておりいずれ世界最大の排出権市場になる可能性がある,なるでしょう。 えー、抑制すべき二酸化炭素ははるかに多く得られる上値余地もはるかに大きいというようなことでこの会社、これ中国の会社なんですよね、この金髄って読むんですかね、これ、なえ中国語でなんて読むのか知りません、基金、こういう運用会社ですね、が設定してるんです。で、えー、こあの 信託報酬は79ベーシス、まあ、こういうやつはしょうがないんじゃないですかね。で、設定が7月30日って書いてあります。で、えー、とこれがあのチャートですけども、えー、と当初、1万ドルだ、万ドル突っ込めばということですか。今、なんか8割方上がってるんですよね。ということです。で、えー、とこういうあのヨーロッピアン・ユニオン・アローワンスなんとかなんとかフューチャーというのを買っていって、 これはヨーロッパのこれがもう7割近くありますよね。で、これで101%。まあ、先物ですから若干レバレッジが効くんでしょうね。効かしてるんでしょうね。で、これはアメ、ヨーロッパ、アメリカ、カリフォルニアかなんかだったかな。要は、ユーロと US。今、ヨーロッパが中心ですけど、ここに US、それから人民元、それからポンドも出てくるということですかね。日本は出てくるのかどうかちょっと分かりません。ということです。 C はこれ、きの昨日決算、その前の日ですね、き日の、今日の、昨日のここではもう決算出て、ずドーンと上がってましたから、で株価はですね、ずどンと上がって、また今日もずドーンと、これ高値300、これ見えませんが、あのこのプラス,プラス5%以上のところがありました。で、これが私の銘柄の過去5日間ですけども、C はほら、引きにかけてスーッと値を消しましたけども、あの基本的にはここに、 NASDAQ100 があって SP、SP500 があると。で、ここ、昨日うは、e b ブラとかダメだったんですね。過去5日間では、ズ e ブラ、ASML、MSCI がダメですね。で、過去1ヶ月では、まあ、まあ、みんないいですよね。NASDAQ100 がここですからあの。で、年初来でもですね、NASDAQ100 がここで、ダメなのはサービスナウ。過去1年ではこんな感じと。 であの注目すべきはということですけども、キャシー・ウッドのアークのファンドで、ですねついに過去1年のナスダック SP500 よりもパフォーマンスが悪いやつが出てきましたね。あのこういうことが起こるんで、皆さん、もうここはじーっと持ってないとダメだと思うんですけど、投げ,投げるとね、また傷もでかいですからね。はいそれからこれがあの私の予備軍ですけども、これはまあちょっとご参考にということで。あの 元のポートフォリオに入ってたやつでも、ここに入れて持ってるやつがあります。まあ、記念にということで、これオンラインセミナー、昨日やりました。あの皆さんにあの顔出しの方もおられましたし、声は皆さん、たくさんの方にあのご参加いただいて、本当に交流できたかなと思っております。あとメディア、メール,メルマガもやっております。以上です。ありがとうございます。失礼します。